失礼。赤目ってやつを知りませんか？赤目？さあどうやろな。あんた誰や？別に怪しいもんじゃ。夜にそんなグラサンかけとるもんがかいな。いや、それは。まあいいわ。赤目のことやったらホームレス捕まえて聞いたらいい。ホームレスはその辺におるやろ。すまない。赤目ってやつを探してるんだが。ああ、今日は見とらん。いつもその辺歩いとるんやけどな。どんなやつだ？よそもんに余計なこと言うて、あの人を怒らせとうないんや。聞くんやったら他のもんに聞き。なあ、赤目ってやつを知らないか？赤目さん？ああ、それやったら、ほら、あれや、駐車場の方に歩いてったで。急いでったらすぐ追いつくわ。どんなやつだ？特徴は？行ったらすぐわかるわ。早う行かんと。こんな俺のこと睨んだな。赤目ってやつを探してる。聞いたことは？赤目さんに何の用や？さあな。ああ？何やだ？悪気はねえんだ。ただ赤目を探してこいつを見せるように言われてる。な、ちょ待ておっさん、それ。こいつは何なんだ？なんや、あんた知らんのかい？そうかいな。よかったら何なのか教えてくれ。さらわれた仲間探すのにこれだけが手がかりなんだ。何も知らんあんたが持っとってもしゃあない。わしらがもらっとこな。ええやろ。どうやら聞く相手を間違えたらしい。えらい余裕やな。お前ビビっとるんちゃうか？グラさんでよう分からんけど。やめとけ。お前ら。ええからそれよこせよ、おっさん。口で頼んでるうちんな。警告はしたぜ。そらこっちのセリフや。まぬけ。こっちの番だ。うわっ、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 お前らじゃ拉致が明かねえ。茜んとこに案内しろ。
これ以上手間かけさせんな。そんな相手に凄むんやめや。初めて見る顔やな。蒼天堀まで来てえらい度胸やん。仲間も連れんと一人でようやるわ。誰だ。そっちこそうちを探してたんちゃう。じゃあお前が赤目。まあな。そんなジロジロ見んといてくれる。ホームレスたちを仕切ってると聞いたんでな。もっと違う感じを想像してた。他にもいろいろやったんで。うちは何でも や便利屋とか情報屋とか客によって呼び方はいろいろやけど。ほらいつまでそのあんちゃん使うんどろ。でうちに何の用や。あらまあ、その赤虎ってことはあんた渡瀬組の客やな。ああ鶴野って男からあんたにこいつを見せろと言われた。ああなるほど了解や。オッケー、そしたらついてきてくれる。待てよ、こっちは何もオッケーじゃねえ。あんたは鶴野の何なんだ。手下ってことでいいのか。うちはそんなんちゃうって。鶴野さんとは直接会うたこともない。ビジネスだけのドライな関係や。なんだと。じゃあ花輪のことは。花輪？なんなんそれ。おい冗談だろ。うちに何期待してたか知らんけど、まあ任しとき。ついてきて。ガキの頃怪しい人にはついていくなと教えられたんだがな。うちはヤクザとちゃうで。だからって仇とも言えなさそうだ。まそれはそうかもな。なんて読んだらええ。本当に釣るのから何も聞いてねえんだな。全然、うちは赤虎持ってる人をおもてなしするだけや。あんたこそ何も聞いてへんの。ああもてなしって何のことだ。へえ、そら脅かしがいがあるな。その赤虎はとある場所への通行証なんや。まあすぐ行けるところやないし、とりあえず腰落ち着けようか。上流だ。ん？俺のことは上流と呼んでくれ。改めまして、うちは赤目や。そんなら行くで、上流。ここは？うちの事務所や。普段は人入れへんのやけど、赤虎のお客やし特別。事務所って割にはボロいっちゅうやろ。昔はオデッセイいうキャバレーの倉庫やってん。ま、汚いとこやけどどうぞ。生体認証。うん、後で上流も登録しとこな。どや、ここが赤目さんの事務所やで。まあ例のとある場所に行かへんうちは好きに使ってええよ。外と随分印象が違うもんだ。あんまり羽振りええとは悪者に狙われるやろ。仕事柄裏の人ともつながってるし、用心のためや。何でも嫌だったな。法律も気にしねえタイプか。笑わせるわ。赤虎持ってる人が何言うてんの。まあのんびりしてて。あ、上流の名だけ登録させてな。そしたら自由に出かけてってええから。よっしゃ、これで完了や。もうええよ。
見してんのに、なんでずっとグラサン？あんたはただの案内人なんだろう。だったら詮索はなしだ。そんな意地悪言うんや。まあとにかく、もう外に出てもええし、話の続きしてもええよ。うちはしばらくここにおるからな。さて、これからどうする？上流。あんたは何も。何でもや言うたやん。まあ、一番稼げてんのはホームレスたちの面倒を見て。それがホームレスを。多分旗から見たらホームレスの支援してる。大阪は日本でそういう土地柄以下。とある場所へは。今からはちょっと無理やな。明日にしよう。それに行ったら最後。あそこ。悠長にしてる場合じゃね。まあとにかく。とある今日はもうゆっくり。お前はどう。まだまだ酔いの口や。寝込み襲ったりせえへんから安心して。寝るときはそこのソファ使ってくれる？Thank you.
らっしゃいませ。ありがとうございました。これに何か文句あるんか。任せろ。冗談やろ。ありがとうございました。
いらっしゃいませ。ありがとうございます。いらっしゃいませ。ありがとうございます。いただきます。よし、行くか。ありがとうございます。
せよ。いらっしゃいませ。ありがとうございました。
てろ。
くり休めた？上流。ああ、おかげさまでな。昼に起こそう思ったんやけど、ぐっすり寝込んどったから。悠長にしてる場合じゃねえんだ。言うて、カッコつけてたのにな。謝った方がいいのか。ええね。その代わり、今日はちょっと立て込んどってな。例のとある場所に行くんは、しばらく待ってくれる？悠長にしてらんねえのは本当なんだ。場所さえ教えてくれりゃ俺一人で行く。あかんって。あそこはうちが一緒に行かな。そない簡単なとこちゃうんやで。おい、そしたらな、上流、物は相談や。うちの仕事を手伝ってくれ。赤トラ持たされてるくらいや、腕っぷし自信あるやろ。仕事が早う片付いたら、その分すぐとある場所行けるで。いい加減そのとある場所ってどうにかなんねえのか。なんなんだそこは。せやな。あそこは知る人ぞ知る VIP たちの秘密の遊び場や。通称キャッスル。キャッスル？普通に探したってまずたどり着けへんで。選ばれし者だけが出入りできる。例えば赤トラ持たされた人とかがな。どうする、上流、うちの仕事を手伝ってくれる？早起きする行きたいやろ。足元見やがって。わかった。よっしゃ、やっぱそ。ほんなら早速始め。うちはこの蒼天堀でホームレスの人たちを情報源にしてる。そのことは言うたやんな。そうだったな。そのメンバーたちから助けてくれ言われててな。最近ホームレスの人たちがちょっとずつ姿消してるって言うんや。どうも囲い屋がさらっとるらしいんよ。囲い屋？せや。ホームレスかき集めて彼らの生活保護費絞り取る連中。その手口はこんな感じ。まずそこらのホームレスに家賃ゼロ、三食付きで住まわせたるっちゅうて、狭い部屋に何人も押し込める。そんで生活保護費申請させて、なけなしのとこからさらにピンハネするわけや。特に何も知らんホームレスなりたての人たちが狙われる。貧困ビジネスってやつか。一遍囲われた人は通帳やら取り上げられて、もう逃げられんようになる。ひたすらゴミ屋敷みたいなとこに寝かされるんや。ほんまの意味での飼い殺しやな。で、お前は俺に何をしろってんだ。もちろんその囲い屋どもをぶっ飛ばして被害者たちを助け出すんや。それが人の道やないの？おい待てよ。そいつはどっかの組のしのぎかもしんねえぞ。蒼天堀のヤクザなら大抵近江連合の息がかかってる。もし相手が近江でもやんのか？当たり前や。こんなん関西の極道がやっとるなんて恥やで恥。ケツ蹴っ飛ばして蒼天堀から追い出したる。ずいぶんと威勢がいいな。じゃあその囲い屋は何人くらいいる？仲間は俺たち二人だけか。ん？囲い屋潰すんは上流一人でやるんやで。うちはその後の面倒見るんが仕事やないの。おい、なんだと？ったく、やっとわかった。お前最初からそのつもりで俺を連れてきた。まあまあ、義を見てせざるは言うなきなりって言うやろ。その辺できとる人やないとキャッスルには入られへんで。そうかよ。じゃさっさと囲い屋の場所を教えてくれ。挨拶がてら殴り込んでくる。さすが赤虎の男。場所は大まかにしか分からへんのやけど、囲い屋らしき連中は蒼天堀の橋降りた川沿いあたりによう出るんや。
しばらく寝てろ。やろうっちゃ。屋根壁のあるぬくい犬猫やないんや。あれがたいわ。騙されと思って一遍ついてきよ。そんな、わしは別に。あんたのために言うてんねんで。うちなら他のお仲間もいるし寂しない。せやけど、そないうまい話に飛びついてええことなかったさかい。わしは今こんなんなってるんや。やり直せるもんならやり直したいで、ほんま。くそが。ええ加減にせえよ、こら。何遍同じこと言うとんねん。さっさと来い言うとるんや。なんや、これおっさん。お前ら囲いやが、ずいぶん大っぴらにスカウトしてんだな。せやったらなんやねん。あ、囲ってるホームレスたちはどこにいるんだ。彼らを解放してもらう。誰やお前。正義の味方気取りかいな。だったらどうする。わしらは近江連合のもんやで。さもなきゃ。お前らに下げる頭はねえ。さもなきゃの方で。上等やないか、おっさん。あっ、
ホームレスたちはどこに囲ってんだ。それは大海の極道も質が落ちたな。ホームレスのなけなしの金まで狙ってどんだけ腐ってやがんだ。余計なお世話や。囲った人たちをどこにやった。歯が全部揃ってるうちに話した方がいいぜ。よ、四つ寺海岸、正気町西にあるあそこの。分かった。じゃあしばらく寝てろ。もう、お気に。おかげで助かったわ。ああ、さっきの奴ら近江連合を言うてたで。あんたこの町に長居する気はないんだな。え、もし頼る当てがないんだったらこの辺でホームレスと。いや、わしゃ人に聞いて探せば。赤目。ああ、時間食っちゃう。